どうすればいい、これさ、いやどっちにしても勝ち目なかったんだよ、あのどっちにしてもね、勝ち目はなかったんですよ、あの1位になったとしても、うん、あー誰にしようかな、ポンよしか、最初のよし、お前ならやってくれるか、これでも、最初から全部1位取んなきゃいけないじゃん、これさ、どうしよう、早送り、全部早送りかな、早送りでいっか、全部あー、こんなことになるとは思わなかったな、うるせえこのクッパ男、じゃあ早送りすることを前提に考えてゆっくり喋るといたしましょう、あらこのモグラちゃんは何かなバカ野郎、ふざけるんじゃありません、とっととぶっ倒れてしまいなさい、さあ2周目に入りました、私は一体どうすればここから逃れることができるのでしょうか、さあ行ってみようか、頑張ってみればいいかもしれない、そうすれば素晴らしいことになるのでございます、間違いない、だから諦めることはいいことではないと言い切れましょう、なぜならばあなたは素晴らしい人間だからでございます、ルイージあなたくたばってください、ふざけるんじゃありませんよ、そんなことをして一体何が楽しいのか、5位に入りました、まだまだここから追い上げを開始していく限りでございます、まあ見ていてください、私のこのスーパープレイ、あーもうこれちょっと無理じゃねえか、ちょっと次俺の必殺技使うか、どんなの使うか、無理だろこれ、無理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 、もう一応最後まで走るから、あーてこったい、ほらあかんな、ほらあかん、はい、あれでしょ、4位こっからできんの、こっからできんのかよ、ほんとこれはもうきついな、はい、よし、じゃあまあどうせ早送りだからちょっと集中方向に向かっていこうか、あんまり喋らんもんね、いやでも全然わかんないけど、喋っても喋ったら変わんないみたいな、まあ、実力っていうかさ、まあ、実力だから別に喋ろうが喋らんか変わらない結果は、ほらまたそうだ、PG 姫が自己主張激しくしてくるから、あそっか一旦切ればよかったのか、わかったわかった、さっきのキノピオのパートを区切って、あ、分かった。これは、別にそのパートですよ。なるほど、完璧じゃん。なるほど、その分かったから。それでやろうぞ。これは別ってことだよ。あと、これがパート5。さっきのキノピオのがパート4で、これがパート5。ってことにしよう。いいよ。さあ、ドンキーがやってる。よし。ざま。待て、あ、危ねえ、おお、チーム何で小づいてんだお前、テレ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 、テーマ10点15、おお、結構いい感じだね、早いんだよね、よし、だからまあ最初、まあ、前クッパ使った時とかさ、すごい
めっちゃ遅かったじゃないですか。これが速いと、こいつは速いというわけです。まあ、その代わりその最高速度、まあ、加速、まあ、限度があるって感じなんですけど、出せるスピードに限界がある。まあ、その代わりスピードも出せるスピードも速い、最高速度に達するスピードも速いっていう感じなので、使いこなせる、使いこなせる、みんな使いこなせるから一応いたんだろう。まあこれ、ダイヤル発射だ。さて、あぶね、慎重に行くから、慎重に行かなければならん。おい、よし、うまい感じで曲がれた。逆走、あ、あー、待て、ドンキ、お前の力が必要だ。お前で、お前の力でのこのこ引きずろうぜ。あと1週間、まあ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 、これからですよ。今逃げた。ドンキ、お前と争ってる暇ない。俺とちょっと今ここは一旦手を組もうじゃないか。あの1、おおおお、やった。お前もうドンキはとてもいい。さよなら、俺の勝ち。このパチパチパチって音さ、拍手の音さ、大丈夫かね。ヘッドセットのスピーチが、おお、なんかいい感じで追いついてきた。いけるかな。まあ分からん。まあとりあえずやってみよう。行くぜ。まあ仮に失敗したとしてもね、そのスタートラッシュに失敗しても加速は速いから別に問題ないんですよ。まあゆっくり行った方がよくないか。ゆっくり行って、まあ、確実に行った方がいい。まあどこの感じばっかやってるか、まあそれ気にしないで、まあ冷静に行けばいいんだよ。冷静な策略家の感じで行けば。どうすればこれ、これ持ってこう。これずっと持ってこう。あの、順位がめちゃくちゃ落ちない限りはずっと持ってこう。そうすれば、ずっと時にこうやっても使えるから。ちっ、くそ。さすが甲羅の貴公子だ。甲羅をやってくれ。よっと、やったぞ、これ。1位来た。1位でスター来た。これまあこれ多分2位の状態で取ったから、まあただまあ偶然だろうけど、これは残しとく、これまず残しとく。これやこれ運が向いてきたんじゃね。これヨッシーワールド来たぜ。おっと、まだ使わんな、最後の最後。いけ。まあ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 、こっから行こうぜ。じゃあ、あ、もう遅かったか。まあいいや、まあいいや、ちょっと遅かったような使うのが。 It's too late to use this song。 あ、いつわけ、yeah, I can do it。 よっしゃ、おお、これで1点差で、まず俺が勝ったけど。そしてここだ、俺が1位取れば OK。 あいつが引きずり、2位以下に引きずり下ろされば OK。 やるぜ、のこのこ、蹴りをつけようか。俺たちもなあ来た、赤に当てる、ハード50ぐらいに当てる。なあ来た、赤に決する、俺だ、覚悟したけど。ここはね、本当はちょっとヨッシーだと若干難しくなる。さっきのビラとめちゃくちゃ簡単、あ、スイスイスイって言ったんだけどさ、なかなかそうもきません。あ、お前何ピンポイントなんて行きやがったの。クソ野郎だ、調子乗れよ、潰れろ。同じとこ来れたの。は、お前スイスイ抜けてんの。お前卑怯だろそれ。は、殺す、おめえらぶっ殺す。おルイジ、お前を緑仲間、まずあいつ叩き潰してやるから、加工しとけよ。
濃いな。またキノコ。キノコか、これちょっとキノコ厳しいな。何あいつのこの子引き技使ってんだよ。どういうこと一体。最悪リトライしてやる。オッケー、行くしかない。あいつにすっかってやらせるな。のこの子はボスずらしてるけどな。まさかあいつがあんなに出世すると思わなかったぜ。だがやらせるぜ。あいつにすっかやらせる。世界のことです。あ、何やってんの、もう。くそ。いけ。よし。よし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 。いけ。いい。一発見。一発見したぞ。お前な。よし、いけ。いけ。一だぞ、俺が。おい。1位じゃない、9アスマン。